こんばんは、青森県の皆さん、芸人クラブの時間が始まりました。はい、この歌が悲しく聞こえますが、待てど暮らせど和島君は来ない。今日4月18日、ただいま2時ぐらいですか、昼間の2時15分ですか。集合時間時間開始時間は12時だったっすね。僕なんか遅れちゃいかんと思って今日11時半に来ましたね。和島君、全然来ないどうしちゃったんでしょうね。これ以上待ってもダチが開かないとというかね、時間が過ぎるだけでこのスタジオ代がかさむだけだということで、今日は和島君抜きで放送させていただきます。この木工の子守歌の和島君の歌が妙に悲しく聞こえる今日この頃、この空いた席がポイントですね。このマイク、ワイヤレスマイクを使ってるんですが、の和島とシールの貼られたこのワイヤレスマイク、とても悲しく映りますね。まあ実はその12時半に電話ありました、和島君から、はい、ね、今日は撮影に行かないとね、で2人でやってくれとあまりじゃないですか。あまりのその理由はまあ今は言えないけど、とてもその仕事をこかしてこの来るような言い訳じゃないんです、これが。完璧なあの私事で。仕様ですか。仕様です。それでですね、それってただのわがままじゃないですか。それでいいのかと。また1時に電話すると言ってたんですが、電話が来たのが1時40分ぐらいで、しばらくしたら来ると言ってましたが、今回の撮りには和島君は間に合いませんでした。この2人でお送りします。あんまりであんまりで よくでもこの前の鳥のあんまりだいっていう俺の親父の、いやあれね、あれインパクトあってね、あったなんかね、なんかあるとね、うん、必ず頭の中であんまりだいあんまりだいってジャイアントババまだ試合してるっつってあんまりだいテレビとか見ててさ、ニュースとか見てて、あんまりにも腑に落ちないのを聞くと、あんまりでいいとか、あんまりで結構ヒットです、僕の中で。あ、それもね、マスヒロは言えないかもしれないけど、その頭の中では津軽弁でのあんまり大が鳴ってるんでしょう、ここで。直接聞いたわけじゃないけど、なんとなく情景が浮かぶ、これでって言ってる鈴木くんのお父さんの方が、だからその短くじゃなくてさ、あんまりだってそういう感じに近いかなあんまりだじゃないけど、あんまりだあんまりだいやまあ和島くんはあんまりだよね、あんまりだよ ねこれは今日この鳥ここで撮るということになる運びになったのは、彼が東京に来てると。そう、今もう和島君は完全に弘前定住者になったわけですが、ね、たまたまその用事があって東京に来てると、東京に来てると、だからじゃあ今日撮りましょうかって和島君に合わせて撮ったんですよね。みんな仕事をその合わせて、増弘君なんかね、厳しいスケジュールの中オフがたまたま今日だったということで、オフを犠牲にして、いや本当言うと来週も空いてる日あったんだけど、うん、なぜか今日になってたね、だから和島に合わせて今日になったわけですよね。で俺もいわゆる今日はね、僕の行ってる東方会館というパチンコ、はい、いや今日はメンズデーなんですよ、はい、男の人が有利な日なんですね。あ、このあすごいこのパチンコやる、まあよこのまま読むとマンズ券ですがでその店の人はメンズ券と言ってますね。これ A が E になってはいけないんだよね。そう、ここの店はねすごい誤食が多いのよその例えばさ、スーパーヤジキタならスーパーヤジキタになってた、スーパーヤジキタここに5個入れてねっていうのがパチンコ台に貼ったんだけど、シールが、
ここにここ入れてねってなって入れてねっつってねのところに次にツをちっちゃいツを入れたかったんだと思って入れてねになってるしさ大当たりっていう字なので結構ね壁にいっぱい貼ってあるんだけど、うん、大当たりのその送り仮名がさ、うん、大当たりの時とさ、うん、たりの時とね同じ1枚に2種類が入ってたりするんだよ。ほんとね、なんでこんなのこれわざわざこのなんてパウチっ子みたいなのしてさでも立派だよね、うん、このパウチっ子ね。今日はだからその交換ナンバーが継続ナンバーにで羽物って言って3000個でやめさせられるのが今日は2回あいやいや拾わなくて2回打ち止めまでできる。要するに6000個今日金曜日はそういう日なの。稼ぎ時の日なんですね。今日メンズ券だけ、あ、マンズ券か。マンには嬉しい日だったんですよ。それを犠牲にして来たのに、ね、ジョー君はあんまりだった。あんまりだった。でもそういうあんまりだったという、ことは今までも結構ありました。ありましたね。前もここで練習してたらね、2人でちょうど定時に集まったらいいけど、待てと暮らせと和島君は来ないと。結局まあ僕らはじゃあもう練習やめようと半分怒りながらも4時間あるうちの2時間は待ったんですね。あの頃はあの時は2時間待って電話したら完璧に忘れていたとなんか用事があってその来れなかったんじゃない、完璧に忘れていた。その次の日からさ、次の練習の時からさ、自分でさ今度からペナルティ制にしようとか言ってたじゃん。真島5分遅れたら500円みんなにおごることにするとか言ってさ、うん、な自分で言っておきながら一度も最初に来たことはないよね。ないね。いやっていうか定時に来たことはないね、うん、だからまあ俺らも増弘もあえて10分前とかに来るのは普通だけど そうはしなかったんだよね。だいたい5分ぐらい遅れてきてもまあ真島はいないから、うん、まあそのぐらいに来ればまあいいかと。でこれがたまに、あ、やべ、遅れたっていう時に限って上島さんが来てきてる時なんだよね。そう、本当にね、なんちゅう間が悪いやつっているけどたまに行くともう、うん、上島がチューニングしてて、そう、今日は早く来ましたとか、すごい早く来たことがさ、素晴らしいことであるかのように自慢すんだよね、本当にさそれは当たり前なのにさ、ね、こっちはもう和島に合わせてこのわざと遅れてきてるのにさ早く来た早く来ましたとか言っちゃってさ、ちょっと5分ぐらい遅く来ちゃった自分がすごい悪党に、うん、そう俺すげえ悪党にしたんだなって気にさせられるあるある、うん、あるね。そういうのはその時間に関しては本当あるね。そういうことはよく、うん、でなんで俺が恐縮しなきゃいけないんだろうって後で布団あれに変えるの、うん、そう、いやこのほらこの番組の大スポンサーである北山先生って宮園耳鼻科の大先生、はい、その先生も弘前で輪島と待ち合わせをしたらしいんですよ、はい、雨の日に外で待ち合わせ、雨の中あの北山大先生が30分待ちぼけ食ったと言ってましたねそうすか、それそんなことしてていいのかと俺はちょっと恐れ多いんですけどね。弘前でもそんなことしてるそう東京でだけの話、東京だけじゃない東京だったらまだね電車が遅れたとかいう言い訳は立つけど、弘前で電車が遅れたって言ったってな、あかんですね。地元でまでそんなことしてしまってはあまりないまあでもほらいないと悪口言い放題だよね。今日はだから輪島の悪口を言う日に、ね、いないと何言われても分かんないっていう、もう世の中恐ろしいですね。そうだから俺郵便局でバイトしてたけど、やっぱ郵便局っていうのは日曜休みじゃなくてその交代シフトが決まっててさ、はいはい、その日いない人の悪口ってその昼休みは話が盛り上がるということなんで、今日はその和島君のネタに盛り上がろうかね。よくこの空席にこの和島の写真とか立てますよね。立てますね。いないメンバーの等身大の写真とかありますね。じゃあその今日のできるかな、できるかないきなりこのできるかなのコーナーに入りました。そっちに入っちゃいますか。和島くんの顔を2人で加工じゃないかな。今日はないと思ってほっとしてたんですけどできるかなのコーナーは嫌いですか。ま、いやそうですね。あ、2枚なさん今日和島くんの
絵が似顔絵を悪意を込めてこうじゃないかということをね。何色使いますか。あ、僕はじゃあ黒で。じゃあ僕は青で。まだ輪島がとか言ってた。ツアー中にですね、青森にツアーに行くと、鈴木邸に泊めていただいてたわけですが、輪島くんが迎えに来るんだよね。確かにね。あ、そうで、車で、車で迎えに来るんだけど、来ないんだよね、輪島くん。で、鈴木くんのご両親が、輪島で、やっぱり輪島なんでしょうがねえなって。で、いや、輪島は10時に来るって言ってたんだけどな、つって。じゃあ10時半で?10時半だって。輪島はその時間に来るわけねえべ、つって。でさ、そこまでみんなに言われて番組でも流されてもさ、それでも守んないんだよね、時間がね。さあ、最近でもさ、輪島はどういう髪型してんだろうね。ね、見てないんだよね、ずっと。前回の収録以来ね。俺でもね、多分ね、田舎帰ってやることなくてイライラしてると思うんだ。うん。だからね、この額のあのジャイアンですか、抜け毛がね、進んでると思うんだわ。そうっすか。あ、それは輪島の口調っすね。そうっすか。で、さっき電話した時もさ、今日二人でやってくれ、それ困る、絶対来いって言ったっけ。そうっすかって、ってうなってんねん、ずっと。そうっすかって。そうっすか。なんかかっこよく嗅ぎすぎたよ。俺はっきり言って悪意はないけど、本当に下手だから、ね、今までのできるからを見て分かってると思うけど。いや、俺味があっていいと思うんだけどな。こんな感じかな。俺この前さ、はいはい、カテドラルっていうバンド、うん、まあドゥームメタル、うん、ブラックサバスのコピーバンドっていう、まあ、継承者みたいなのを見に行ったんだけどさ、うんうんうん、やっぱり俺らと一緒でギターが遅刻する。そういうあ、そういえばね、始まる時間が40分遅れたよ。あ、それギターが遅刻したんだ。ギターなんだそれ。あ、そっか。やっぱりトニア読みが大好きだっていうのがもう目に見えて分かってさ、うんうん、音一緒だし、まあ当然ギブソンの SG 使っててさ、うん、で、何がおかしかったかってさ、今輪島単発でしょ、うん、その人の単発にしてんだけどさ、際がすんげえハゲててさ、そこまで似るかなと思って、本当にギターの弾き方もハゲ方ももう輪島と一緒なんだよ。おかしかったな。輪島のライブ見に行ったみたい。ソロライブかなんか。そういやさ、ステージアクションがさ、ベースとギターの絡みとかないところ見るとさ、うん、かなりバックは待たされてさ、イライラしてんじゃん、もうあいつのとこには行かないっつって。おでことか光ってる時はさ、どういうマークつければいいのっけ、漫画だと。星印かな。星違う、人手みたいな。これ星あれ、いや、これはジャイアンだね。あ、そっか、これは怒った時か。髪なぁ、どんな最後に会った時は。これでいいや。そんなに髪ねえよ。そうか。
じゃあ俺はこのあれはあの俺光ってるのは星じゃないと思うんだけど、ね、なんだろうね。ここに貼ろうじゃん。これじゃあさ、鳥山明の漫画に出てくるあられちゃんにスッパマンって出てこなかったっけ、梅干し食べてスッパマンってあったじゃん。あ、見てなかった。それに俺似てると思うんだけどいや、なんかねあったよね、梅干し食べてスッパマン頭描く前にどうも小池さんを描きそうになってあ、そういやラーメン好きなんだわ、今まだあ、でも味はパーマかかってなかったよなと思って、あ、うん、テンパーナで、ね、小池さんにしてしまうとこでしたテンパーナだけにテンパってるのかなこうやって話してる間にね、いや遅れましたって来りゃいいんだけどね、そこ笑い取れるんだけどね、いいタイミングで来りゃいいんだけどね、うん、来ないところが味もだよ ね、 ね、うん、でも味もはだからもう、なんて言うんだろう、行ったことをその次の日にもう忘れるたちでしょ、どっちかっていうとなのかな、うん、もうだからツアーやっててもさ、打ち上げは金かかるし、その疲れると、うん、もう打ち上げはやめて個人で金ね、経費で落として飯、うん、ここで食おうじゃないかと行った割にはさ、次のツアー先でいやー今日なんか酒飲みたいなとか言っちゃってさじゃあ何、もう打ち上げ行くのって今日はもう人盛り上がりしてるわな、そうそうそう、なんかパッとこうちょっと行きたいもんすね行きたいってはっきり言わないんでね、行きたいんだけどとか言ってどうすかねとか言ってさ、うん、伺い立てんだこっちに。でもあんまりこの輪島の悪口を言ってもかわいそうだよね。ねで ここからはさ、ワジマのいいところを探そうコーナー。そうだね。いいところもあるはずだよね。まずもギターうまいしね。まあでもそれは人間的に人間性がいいっていうことではないよね。